当麻町那東緑のまちづくり推進協議会様におかれましては、平成18年度からボランティアサポートプログラム事業団体として活動されております。道の駅当麻において施設周囲の植栽帯の花の植栽や植樹周辺の雑草取りや清掃などを行い、道の駅利用者や地域住民の心を和ませるとともに美しい景観づくりに取り組んでおられます。ここに道路下月間の実施にあたり、道路功労者として功績を称え感謝の意を表します。平成30年8月7日第5回卒業水島哲也、毎月1回の計5回ですね。第1回目が、バラの手入れから始まりまして、で花壇のお花の装飾に入りまして、草むしりから始まり、植えてる装飾の花の手入れですね。で、5回目の最後の時はバラの片付けというか、そちらの手入れですね。毎月1回の草取りを頑張ってお花をきれいに見せたいと思います。笑顔とやっぱり元気を与えるようなきれいな花で埋め尽くす活動をしていきたいと思っております。